はい、おはようございます。おはようございます。ミサトオーストリッチファームのコニタンです。ともちゃんです。はい、ということでまた再びひな車の前に来ましたが、はい、今日は何をするんでしょうか。今日はもうひな車掃除の仕上げということで、外に出した物品を中に入れてすぐ使えるようにしましょう。はい、もう本当の本当に終わりだね。終わりです。もうだって29に負荷ですもんね、うん、そう、早い子はもしかしたら明日とかに入っちゃうかもしれないので、ということで早速やっていきましょう。行きましょう。今日運び出す、運び入れる物品たち、この作業1年前もやったわ。もう1年経つのか。毎年やるからね。今回はその掘削が加わってちょっと長かっただけ。うんうん、もう洗うとかいうのはないもんね。全部中に入れるだけだもんね。まあね、なんかほうきとかちょっと汚いマットとかは洗いたいけど。はい、さて先にどうしましょうか。でかいやつ入れますか。うん、てかこいつってさ、うん、まあ、あんま動かないよね。え、うん、この人はもうなんかもう掛け物机として機能してる。そうだよね。そう、よし、えいける。これ意外といけるよ。ほんと、じゃあよいしょ。すごい、入っていいの？あ、うん、その辺なら。OK、ありがとう。よし。なんか去年より軽いぞ、あれ。コリタがパワーアップしたんじゃないかな。だと思う。だって変わってないもん。変わるわけはない。じゃあ、この辺かな。よし。全部はいらない。使うものを思い出して。そう。この辺は外でいい気がするんだよね。まだ当分使わない。そう、これもか。待って。ああ、そいつはすぐ使うな。餌バケツと、あと、重したちか。一番使うのは。それも、ほこり払ったんだけどね。汚いラジオだな。汚れている。ああ。うん。そこ洗いたいな。ここね。うん。はい。汚な。うん。この人後で拭こう。うん。ホワイトノイズを出すためだけにいるから。そう。そうそう。はい。でもこんなもんなんですよね、多分ね。では、長靴を用意しますか。はい。よいしょ。よいしょ。避難者と外の出入りによって菌を中に持ち込まないようにね。はい、長靴を履き替える用意をします。水道も使えてよかった。うん、はい、3月の29にひなが孵化し、その翌日にはもうこのひなたちをこのひな車に連れてこなきゃいけないので。そうなんです。もう急ピッチですね。あと3日ぐらい、ね、あと3日、あと3日しかないですね。あ、でも、間に合ってよかった。砂の運び入れとか。うんうん。よいしょ。これはただの水なんですけどね。あ、プロテインだ。うん。プロテイン。プロテインではない。それは？これが消毒液。消毒っていうか、消毒液なのか。サバス、逆性石鹸アストップです。アストップだって。で、小石灰入れたかったんですけどなかったんで持ってきましょう後で。よし、あ、これだけでも効果はあるんで。うんうん、小石灰を入れるとさらに長持ちする。なるほど。はい、どっちがどっちだろう。これ中か。どっちでもいいや。はい、入り口にとりあえず設置しました。はい、モニターの長靴こっちかな。そう、はい、いいよ。こいつらも水洗いですね。ですね。よし、よし、じゃあこれでジャボンとして中に入りましょう。はい、いいよ。
ここで履き替えよう。よし。さて。いいよ。結局持ってもらう。はい。はい。気をつけ。ここら辺だった気がする。うん、その辺。こっち向きだった気がする。すごい。よく覚えてる。はい。はい。よしよし。基本的に去年と同じなんで。うん。じゃあこれはここだね。そう。そうです。当分使わないです。そう。ひなが大きくなるのでいい感じです。よしよし。こいつらはここでいいです。うん。こいつはただ上に倒せるだけ。うん。なんか前、うん、あのひながこの区画から抜け出してここに落っこちてたことがあるんですよ。その子助かったんだけどさ、流されてゆく、流されるし、なんか長いことなんか使っててかわいそうだ。どんぶらこどんぶらこね、落っこっちゃうんだよね。OK、よし、はい、終わり。あとはひなの区画を作るか。そうしよう。はい。うん、ここにしよう。じゃあここにする。はい。はい、区画が完成しました。はい。ちょっと乾燥させたいからヒーターつけておく。まず最初は東の34からスタートということで、うん、果たして10卵のうち、ね、何ひな帰るでしょうか。楽しみですね。いっぱい帰ってほしいな。はい、ということで皆さんの掃除の仕上げ、うん、物品の、はい、運び入れと新しいひなが来る価格作りでした、うん、はい、バイバイ、バイバイ。